ざと最初に僕ファウルを、はい、いいストライカーとか、うん、強いゴール取れるあのストライカーっていうのはそのファウルに対して何も言わない、自分のプレーに集中する、うん、はいはい、ただ今日この選手良くないなって思う選手はレフリーに文句言ったり自分に文句言ってくる選手なんで、はあ、そのさじ加減を最初にこうファウルで決めてました。僕は大体牧野さんに来られたら牧野さんに言いますね